皆様お疲れ様です。小田急タイムです。1954年頃の写真です。この場所は現在どうなっているのでしょうか。かつてこの場所に森鴎外の家がありました。2階の書斎から東京湾が見えたので官庁楼と名付けられました。1887年、右端が鴎外、1888年、1897年頃の官庁楼、左から鴎外、高田露伴、斎藤緑雨、鴎外邸は空襲で焼失。この写真は記念公園時代。鴎外の胸像があります。1969年頃、リニューアルされる前の鴎外記念室、1911年頃の森鴎外、
根津神社です。正式な創建年は不明。1964年頃、こちらは亡き父が撮影した2002年頃の映像、つつじ祭りの様子です。根津遊郭跡地の碑があります。1871年頃の根津遊郭、近くに東京帝国大学が開校し、風紀上の問題などで1887年に廃止、多くは須崎、そして吉原に移転しました。こちらも父の映像です。